チェワ族のマスクチェワ族は、中央アフリカから南アフリカにかけて住む民族である。この民族は、自身の周囲を取り巻く民族、とりわけトゥンブ家族やウンセンガ族などの民族と関連が、深い。また、歴史学的には、今後民主共和国で、同じ歴史を歩んだ民族であるベンバ族と関連が、ある。ウンセンガ族やトゥンブ家族と同様に、 チェワ族の住む地域の大部分は、ズールー族やクワズールナタアール州及び、トランスバール共和国出身者に由来を持つ、民族であるンゴニ族営教科にある。チェワ族の言語は、チェワ語である。国際的には、チェワ族は、特徴的な仮面と、ニャウと呼ばれる、秘密結社の存在、及び農業に関する、腕の良さで有名である。なお、チェワ族は、ニャンジャ族、ドンブ家族、 無ン画族、セン画族、マムアーニャ族と同様に、マラビ帝国を構成した民族の一つであった。また、チェワ族には大きく分けて二つのクラン、すなわち、フィリとバンダが存在する。このうち、フィリは、王や貴族と関連のある種族であり、呪術医及び神秘化と関連のある種族である。チェワ族の社会において、女性は特別な地位に置かれている。彼女らは、 血統の再生産者として認識されており、拡大家族を構成する。母系社会であるため、財産や土地に関する権利は、母親側に属する。なお、アムベレイとは、同じちぶの子孫を意味する。同じ母から生まれた子供は、同じ一族の構成員となるか、または、自分で家族を構築する。母親の年長者の兄は、ンホスウェイと呼ばれ、 一族の血統の保護者であるほか、妹の息子らの指導者となる。チェワ族の村は、マムーと呼ばれる村長に引き入られている。善良な村人であれば、男女を問わず、誰でも村長を目指すことが可能である。村長は、マウィーニジャコと呼ばれる地域の主張に従属しており、さらに地域の主張は最上位の主張に従属している。この従属関係には、 定期的な貢ぎ物が必要であるほか、戦争の際には男での供給も行う。チェワ族の区限によれば、チェワ族の起源はザイル南部のルバに住んでいた氏族が北部のザンビアに移住に由来し、その後さらに南と東にマラウイの高地の南方と東方に移住したものである。可能性がある。この移住は大千年期よりも前に起こったと考えられている。移住後 他のワンツー族の土地を征服した後、現在の北部マラウイ北部の山脈とザンビア北東部の高原に関連する土地にチョマの町を再編した。これはチェワ族の初期の歴史に関する古伝の様々な解釈のうちの一つである。1650年代頃のマラウイ帝国の藩とムランジェ近郊のチャバタケチェワ族の最初の王国は1480年前後に建てられた後、 16世紀には二つの権威の系統となった。このうちの一つがバンダの氏族であったマンコーンバの一族で、もう一方はフィリの氏族であったマンサンバの一族であった。なお、フィリの氏族はマラウィのキャファーン・ティーワさんと関連があったと言われる。17世紀にマラビ帝国が統一されていた頃、ポルトガル人は幾度かチェワ人に接触してきた。最終的にポルトガル人は 市町村の中心にまで手を伸ばすことができなかったが、1608年から1667年までの接触に関する記録を文章に残している。1750年には、マラビ帝国の複数の名家が様々な分野で地位の合併を行ったが、ジェワ族は同族出身者と他族出身者をうまく区別することができた。言葉の際や特別な入れ墨による方法のほか ニャウと呼ばれる秘密組織に基づいた宗教的組織の目的のためであったという。1980年代前半にマラウイ政府が茶農園を取り戻すまでフィリの貴族はマラウイの茶農園の大部分を所有していたという説があるが、これはマラウイ共和国元大統領のバキリムルジの政治的人気取りのためにでっち上げられた作り話であった。真実は ムランジェさんのふもとで茶を栽培していたイギリス人一家により茶は国外へ持ち出されており、現在その農園はドリントン一家の所有になっているという。その後、カンフォーツィエスカスカート系バローズなどのヨーロッパ人家族が入国した。実際にマラウイが所有した最初の茶農園は70年代初頭に茶生産者協会の指導の下マラウイの初代大統領であった。 ヘースティングズ・カムズ・バンダ博士により、国有地に設立されたものであった。学識者らの指摘により、チェワ語もまた、ショナ語の方言として分類された。このことは、古代、ショナ帝国とニャンジャ族、ベンバ族、ヤオ族に強い歴史的関連を構築させるほか、彼らの起源がマショナランドであることを指摘することが、可能である。マランボウへ一時的に在住した、古代のショナ人は、北。 ザンビアへ移住した後に、マラウイへ移住した。学識者によれば、チニアンジャ語とチチェワ語、チェワ語は、16世紀に、舌の使い方の際から生じた言語であるという。20世紀初頭に、チェワ語の語彙と文法は、ジンバブエで話される、ショナ語の方言に影響を受けて類似した。このうち特に強い影響を受けたものを、チゼズズ語やチマニカ語と呼ぶ。ザンビア、マラウイ、ジンバブエ、 モザンビークにおけるチェワ族の大主張はチーフウンジである。マラウィにおいては初代大統領のヘイスティングズ・カムズ・バンダはチェワ族のフィリおよびバンダの氏族であった。彼の支配のもとマラウィの公用語はチェワ語となった。 masks and artifacts h t t p w w w e c e i s w o r l d c o m s l a s h e h e w a t r i b e h t m l d r s a m c h o m b o s htp コロンスラッシュスラッシュ www.humnet.ucla.et スラッシュ h-um-n-e-t スラッシュ f-l-a-n-g スラッシュ c h i c h w a スラッシュ c h i c h w a html i c h w a ドット html c h i c h w a カバーバイブルイズプレコロニアルマイグレーションスアグリカルチュラルチェンジオン ウェスタンサイドオブリエクマラウイ、プロフェッサー・キングスフィリチェワ・レリジョン・コート・レイウッツ、インクルーディングチェワ・パラマウント・チーフ・ウンジ・エスコート。ありがとうございます。